ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、おんでたけどでございます。さあ、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズやりましょうかと。昨日ね、メンテが終わりまして、で昨日できなかったんで今日ね、やめていきたいと思います。今日、本日ね、10月31日、ハロウィーンですからね。まあ、特にハロウィンとはね、無縁なオタクなんですけれども、まあ、ウルバトさんでね、こうやってね、ハロウィーンをね、まあ、楽しむことができるということで、ハロウィーンをね、楽しんでいきたいと思います。はい。ということで、まずはプレゼント。あ、ソメンテが伸びたみたいですね。あとですね、はい、アリーナのランク、デデデデ、265位、やったー。結構頑張ったよね。結構頑張ったよね。うん。ということで、ウルトラストーン600を、そして、メンテが長引いたので、ね、私100ということで、ねえ、石が、ついに736。ありがとうございます。石が全くなかった。ありがとうございます。ということで、本当にこれは嬉しい。ということでですね、じゃあまずは、マーケット。はい、ということで、オロボロス。はい。ねえ、来ましたね。ウルトラマンルールに登場した、怪獣ですね。めちゃくちゃ強かった。オロボロス。今回は、二足歩行の、まあ、三剣先が変身した、うん、オロボロス。な。メガンテクラッシャー。ウルトラヒーローに特に強いということで。うん。まあ、能力はこんな感じですね。リーダースキル攻撃力大アップ。ね。こんな感じのスキルとなってます。はい。ということで、さあ、僕はまあ、ロボロス、ね。パスしようと思います。石ないからね。そもそも。ということで、さあ、今回は、バーンクエストということで、ただのカボチャ収穫祭ということで、ハロウィーンイベントでございます。収穫クエスト、ただのカボチャ収穫祭、試験的に設置したカボチャ型兵器がフィールドにたくさん溢れて、さあ大変、みんなの収穫したカボチャの数が報酬につながるぞ。最強呪文編成して収穫しようということで、今回はそうですね、みんなが頑張ってどれだけカボチャを収穫したかということで、ギローボーでございます。まあ、生存3ターン生存すれば OK、 クリアということで、いろんなものがもらえるみたいですね。出た、ランキング、今どれくらい進んだかな。結構進んだね。1、10、100、10、10万、77万、77万、結構いってましたね。ウルトラストーンでたくさんもらえるみたいです。まあ、今回僕もちょっと頑張ってみようかなと思います。まずはノーマルからかな。皆さんお元気ですか。はい、今回は防衛策の一環として役に立つものは何かと、ライブラリーを、見たままですが、カボチャ型兵器です。これをフィールドに設置することで侵入者への足止めができるのではないかと。おー、カボチャ兵器の、試験用対戦相手として、ただを出撃させたのは良かったのですが、フィールドにカボチャが溢れバカかな。うん、わかりました。カボチャを刈り取るということで、ずいぶんまあ平和なクエストですね、今回は。それでは頑張ってやっていきたいと思います。誰で行くのがいいでしょうか。まあ、フリーか。適当。イベントクエスト、ただのカボチャ収穫祭、ただカボチャ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 ということで、僕ただ持ってないんですよね。ただ持ってない。おー、ウルトラマンティガの、まさにウルトラマンティガの、あのシーン、うわ、でけえな。でけえな。なかなか倒すですね。じゃあ、行こうか。なに?まあ、倒せばいいんだよね。はい。でけえな。ちょっと気持ち悪いけどね。ダダから通していいのかな。ダダ通しちゃう、通しちゃった。レギオ、なるほど、レギオの移動ダダカスタムに変身と。なるほど、なるほど。
まあ、かぼちゃ刈り取りましょう。何個かぼちゃ刈り取ったかっていう話だもんね。うん。とにかく多くのかぼちゃを刈り取れって、いうことだもんね。おっ、ちょっと待って。早い。早い。ダダカスタムが、ダダカスタムの腕が、レギオノイドのドリルになってたんだけど、それが全然見えなかった。ごめんなさい。ちょっともうちょっと見たかった。ウルトラ必殺技で、カボチャ。ウルトラ必殺技で、さあ、ウルトラセブン、カボチャを真っ二つだ。カボチャ硬いからね。ウルトラセブンに切ってもらいましょう。またダダに変身した。さあ、ウルトラセブン必殺光線、ドカーン。レギオナでダダカスタムからダダに変身して、またカボチャになったと。はい、カボチャ倒しましょう。え、もうカボチャいないの？カボチャいないのかい？ターン終了。終わったー。え、なぜ？なぜ？タイムアウトした。なぜ？ Wi-Fi 切った方がいいんじゃないかな。あ、よかった。はーい、楽々くるよー。まあ、今回はね、かなりこう気軽にできるベースですね。はーい、地球の風習からハロウィンの題材に息抜き、いいですね。こういうイベント楽しいと思います。ウルトラマンティガの、はーい、わかってました。ぜひディランボーのね、怪獣というか宇宙人体、あれもね、参戦していただけたらなーなんて思いますけどねー。おー、ありがとうございます。石とかくださーい。石とかいろいろくださーい。さあ、それでは、あ、そうそうそう、今回から、このね、スタミナブーストっていうのができるようになって、スタミナがある分、1、2、3、4、5、ね。だからこれで、5回分一気にできちゃう。で、5回分の報酬がもらえちゃう。っていうのが、できるようになってみたいですね。これは、エキスパートでやってみようかなと思います。それでは、まずは、ハードをね、ちっちゃくクリアしましょうと。なんか変わったやつでいきたいなー。バッキーン、あ、違う、ナースだな。ナースと、スーパーコングと、アーストロボーンスと、ラックル星人。謎のパーティーで行きましょう。ね。うん、これね、気軽なクエストこそ、なんか何も考えずに、こういうのがね、会場で行くっていうのもなかなか面白いんじゃないかな、勝手に思っております。いいね、この気持ち悪さがいいね。この、かぼちゃのストラクチャー、ジオダマで使えるストラクチャーもらえるみたいなので、ぜひともね、早く欲しいですね。さあ、それでは行きましょうか。もう読んでいいか。ちょっとダダのレギオンウードのやつだけちょっと見たいから、その時だけね、倍速をしましょうかね。いやー、いいね。いやー、ウルトラマンティガーってもう20年以上前なことは、まあ皆さんご存知、攻撃できたのにー、おっしゃった、攻撃できたのにー。まあ20年以上前の、作品ですよね。なんで、全然ハロウィンとか、浸透してなかったと思うんですよ。てか正直、あ、また、ドリルだったね。もういいね。話しようか。最近じゃない？ハロウィンがさ、こう、わーわー、騒ぎ出すようになったの。正直ね、ハロウィンの、ああいうテンションには、ぶっちゃけ乗れてない派のね、人間なんですけれども、なかなかこう、最近じゃない？こう、5年とか、それぐらいじゃない？ウルトラマンティガー放映中なんて、子供のハロウィンなんて、みんな、ね、さして興味も示してなかったと思うんだけど、あそこでハロウィンネタをぶっ込んできたウルトラマンティガーって、なかなか、すごいなって思いますよね。全然攻撃だったのに、必殺技が効かないんですか？かぼちゃ不足。かぼちゃがなくなったとき、自分に、ずいぶんすごいスキルを持ってらっしゃいますね。
無敵のパンプキンシールド、防御力が破滅的に、攻撃力が破滅的にダウンする。移動できなくなる。一つ攻撃を受けた時に HP が破滅的に回復する。3ターン目の、自分のフェーズを開始時、SP が最大までアップする。発射準備よーし。面白い。トリックアトリート。面白い。こんな風になってんだ。こっちを倒す。ねえ、だからウルトラマンティガもなかなか面白いことを、しますよね。って思いました。それから、ハロウィンイベントに行って、ウルトラマン特にやってないじゃないですか。ウルトラマンリーグでね、久々にやったけど、ウルトラマンティガ以降、ハロウィンやってないし、いやー、すごいなぁと。うん、で、今こうやって逆にウルトラマンティアの、このハロウィンネタが、今こう活躍できるっていうのも面白いですし、ウルトラマンはなかなか、ね、先取り、まあ、潰れとして、先取りしますよね。うん。さあ、カボチャをどんどん登場しよう。いやー、長野くんが、ね、ダイム、長野くんが、仮装したり、レナダイム仮装したり、ね、ガチ対みんなで、仮装してるのが、なかなか微笑ましかったですよね。ガチって、結構緊迫した、雰囲気ですけど、基本的には。こう、時々こうね、ああいうほんわかした話があったりして、ね、ほんわかしたガチの雰囲気っていうのが、いいですよね。さあ、それでは、エキスポーっと行きましょう。何しようかなぁ。全バカよ。でもやっぱりね、多分ギャラクトロンとか、必殺技の範囲が広いんで、多分いいと思う。ポイント星人。メグラ星人。でした。技パーティー。めっちゃ技。どうせめっちゃ技だけどいけるでしょ。うん。あ、でもちょっとカボチャは力属性ね。でも、あ、そっか、技が力に弱いんだね。はい。どれだけウルバタやってるんですか。分かってますよ。絶対ね。絶対ね。はい。力のカボチャなんだから、速属性持ってった方がいいな。分かってます。分かってます。すごい。混乱。はい。どっい。微絶だ。今日ね、収録してるのはね、実はね、水曜日の夜中なんだけど、さっきまでね、出かけてたんですよ。さっきまで出かけてて、ああ、でもなんか今日中にカボチャのイベントやりてえなーと思って、今動画撮ってます。はい。さあ、でも、メフィラス星人やっぱ、必殺技の範囲が広いから、広いね。うん。必殺技を回復、でも回復した。移動力がやっぱり高いヒッポリト星人とかは、まあなかなか使えるかもしれないですね。おい、カボチャ。カボチャか。カボチャ最近食べてないな。カボチャの方が、あまりこう野菜、まあ野菜はちょこちょこ食べてるけど、あまりこう野菜を食べることない。野菜食え。カボチャ。あ、っていうか、今気づいた。BGM がさ、大怪獣バトルの BGM だ。っていうことに今気づいた。なんか貴重があるなぁと思って。ギャラクトロンと、シャーター。だから、そうだなぁ。誰で行こうかな。まあ、速属性とかで行くのが、うわ、多いね。速属性とかがいいのかな。あ、やばい。こせちゃったよ。ちょっと強くない？ちょっとカボチャが強くない？カボチャが強いのか。力属性と速属性で怖いっす。ちょっとまた殺せちゃった。ちょっと待って、カボチャが強い！あとここに再挑戦って出るようになったんだよね。
待って、カボチャが強すぎて全員生存ができないんで、マジか。全員生存は裏でやるとしてだ。ちょっとハードでこのスタミナブースト、これちょっとでやってみな、これをちょっとやってみたいんですよ。ちょっと強くね、ちょっと舐めてたわ普通に。ちょっとこれでやってみよう、スタミナブーストして。さあ、行け怪獣たち。いや待って、マジでちょっと待って、意外すぎるわ、めちゃめちゃ強いわ。いやー、でもね、こんなね、スタミナブースト嬉しいわ。まあ、ウルトラ必殺技とかさ、結構周回するクエスト多いじゃない。だから、結構何回も何回も周回するとね、携帯の充電の減りがえぐいの。何より、うん。なんかこう、パソコンで、夜中もね、ああ、もう終わったー、やること全部終わったぞーと思って、夜中ね、パソコンで、なんかこう雑談配信とかつけながらゲームするんですよ。で、充電の減りがえぐいからコード引っ張ってくるの面倒で、で、この間何のイベントだからやってたんですよ。めっちゃ充電減っちゃって参りましたね。うん、だからこのスタミナブーストね、ありがたい。スタミナブーストありがたい。皆さんもあるでしょ、まあ、めっちゃ充電減り早いなとか、うん、すごくね、嬉しいです。いやー、エキスポープ強い。エキスポープかぼちゃ強い。かぼちゃなのに強い。終わった。さあ、エクセルもらえる。お、どうしよう。早くエキスポート。あ、なるほど、すごい。あー、なるほど。で、またこれで再調整もできるわけだ。今一度やんなきゃね。めっちゃこれ便利やん。まあ、エキスパートは頑張って、やります。全員生存なんとか頑張ります。はい。やって、かぼちゃだ、みんな。あとは、何、命中ショーアップとか、石。あ、ウィークリーもクリアしてる。やったー、かぼちゃ2個もらったー。これね、いくよ。これだよね、これだよね、これだよね。ティガースカイタイプなのかな、ちょっとあれだけど。はい、かぼちゃマン。お、ほら、ほら、お似合いだ。ほら、かわいい。ね、こんなこともできちゃうということで、なんだこれっていう話ですけども、まあこういうね、こともできちゃうと。ということで、皆さんもぜひぜひ、かぼちゃのストラクチャーゲットして、かぼちゃ遊んでください。ということで、以上、大キャラチャンネルの敵出しでございました。それでは、バイバイ。